プロの使う盆栽道具を見せてくださいってことで今並べてもらいました。じゃあ一個一個説明してもらってもいいですか。はいはい、じゃあまあ手前からいわゆる切り出しですね。切り出し。はい。まあ刃物ですね、はいはい。カッターナイフとかそういう感じですけども、要は植物ですね。盆栽ってきれいに作りたいものなんで、切った枝とかを削り直して再生を早くするためによく切れる刃物で削り直すんです。傷口。はい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 。はい、そのためにこのよく研いだ切り出しを使って。ハサミじゃダメな。そうですね。ハサミだとどうしても切りにくかったりしますんで、はいはいはい、細かく削って細工していきます。これ知らなかった。綺麗、はい、に削った方が、まあ、手術じゃないですけど、傷跡が綺麗になります。治りやすいというか、はい、治りやすいです、はい、切り出し。切り出し、はいはい、やっとこですね。やっとこ、はい、まあ、いろいろ使いますけど、主に針金を外したり巻いたりとか、はい、止めたりですね。大きい木なんかですと植え替え立てはどうしても倒れたり風で揺られちゃいますので、はい、針金で止めたりするんですよ。その時に使うやっとこ、はい、ペンチで大丈夫ですね。ペンチ、はい、隣が針金切ですね。盆栽特有の針金切ですね。あんまりない感じだと思うんですけど、はい、なんかメスクワガタみたいな。そうですね、はい、木の枝についてる針金を切るためが主なんですけども、突っ込んでこう切れるっていうのでこういう形になって、はい、これちなみにみんな材質は何、はいはい、まあ、だいたい鉄とかですけどね。鉄なんですか。はい、まあ、鋼鉄練り込んじゃったりとかいろいろしてると思いますけど、はい、これなんかはステンレスだったり、はい、錆びない、はい、ね、休暇炎の道具ですね。あ、そうなんですね。休暇炎発案のね、はい、道具、盆栽道具を発案したのが結構その休暇炎だったりとかいろいろあるんですよね。はい、また枝じゃなくて小ぶきりですね。小ぶきり、はい、まあ、これは要はまあ名前の通り出っ張った小ぶをえぐり取るような感じで切れるんですね。なるほど、はい、円形状に。そうですね、ちょっと食い込んだ感じになりますんで、はい、ちなみにやっぱ見栄えなんですか。そこ見栄えですね。一発でこのえぐって切れますんで削り直さなくてもいい場合があったりします。なるほど、はい、見栄えを良くするためにコブを取る、ね、はい、元気な木ですとこう傷が巻いた時にかさぶたじゃないですけどどんどん盛り上がってコブになっちゃう時があるんですよ、はい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 、そういう時はやっぱりこういうので削り直したりしてあげて、はい、直したりします。コブ切り、はい、でこの人はまた枝切り。また枝切り、はい、まあ、コブ切りみたいにえぐらないタイプでフラットに削れる、はい、太い枝ですね、はいはいはい、特にハサミじゃ切れないような太い枝なんかはこういうのでバチッと切って、はい、枝を切る。枝ですね、はい、うーん、まあ、根っこなんかも切ったりしますけどね。根元から切るイメージですか。そうですね、主に根元、太い枝ですね。太い枝の根元から、はい、そうですね、こう枝の股にこう入ったりしてますんで、はいはいはい、3本目だったりこうあるとこう真ん中だけこう切るという、へー、はい、こう切りやすかったりする。また枝切る。また枝切る。まあ、これハサミですけど、これちょっと小さいですね。まあ、要は目摘みバサミって言われまして、本当の柔らかい伸びたての芽を摘むだけですね。太い枝は切んない方がいいですね。葉がダメになっちゃう。葉がダメになります。はい、細くて軽くて小さいところにスッと入って、チュン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 って切れるような。はい、目摘みバサミ。目摘みバサミ。はい、いわゆる盆栽の剪定バサミって言うとこれが一般的なんですけども、ちょっとステンレスで。銀び狩りしてますけど、はいはいはい、まあ、これが万能ですね、はいはい、まあ、これも奥に入って切れますし、うん、はい、まあ、メンテナンスしてましてね、長く使ってますけど。なるほど、はい、でまあノコギリ、ノコギリ、はい、まあ、切れないやつを。そうです、まあ、要はまた枝とかでも切れないような太い時はこういうものを使いますね。ガマリ削っていきます。まあほうきは植え替えやゴミとか鉢の上にあるゴミとかですね、はい、こういう台を、はい、台を切りしたりとか、まあ、苔の上に葉っぱが落ちてると苔が傷んだりしますので、はいはい、そういうのも払ってもらったりとか、よくいろいろ使うものですね。掃除道具、やっぱり室内に飾るものなんで綺麗に維持したいところですね、はいはい、まあ、ピンセット、これも万能ですけど、はい、草を取ったりもそうですし、虫をつまんでも、ね、害虫つまんでもいいですし、はい、何でも使えますね。これだけ目摘みっていう作業ですね、出てきた葉っぱを摘むっていう作業にも使ったりします、はい、
はい、これ食い、これは、はい、食い切り、特に植え替えで、お、はい、威力が強力です。天窓用のやつですね。どういったところで使うんですか。植え替えの時ですね、どうしても元気なところが伸びるんですよね。元気な木は根っこがすごく伸びるんで、はいはいはい、そういう木がとてもこういうのじゃ歯が立たないと。これ切るんですか。これでもうでがっつり削りますね。へえ、うん、じゃないと鉢に入んなくなってきます。植え替えて根っこ、根っこです。根っこを切るんですか、はい、根っこがですね、盆栽って鉢が浅いんで、はい、長く管理してると根がくっついてきてですね、はいはいはい、板状になっていくんですよ、はい、板根って言うんですけども、それがどんどん育てすぎますと鉢に入んなくなってくる。なるほど。 それをこう切ったりしますね。あ、はい、それ削ります。ちょっと素朴な疑問なんですけど、はい、それノコギリじゃダメなんですか。ノコギリでそんなに細かな細工ができなかったりしますね。はい、いろいろ用途があるって。そうですね。例えばこう根っこなんでデコボコに生えたりするんです、はいはいはい、そういうところノコギリ入れられないんで、はいはい、こう、ね、ドーム状になってたりします、ね。なるほど、はい、内側だけ切ったりそういうので、これで、はい、ちなみに、はい、これがプロの使う道具でなって、はい、盆栽初心者が、はい、買うべきものってあったりするんですか。はい、買うべきもの、とりあえず盆栽始めるにはハサミ1本で十分です。ハサミ1本、はい、でちなみに盆栽のハサミと園芸用のハサミって、はい、まあ、要は使いやすさがちょっと違ったり形が違うんですけど、はいはい、まあ、こういう、ね、ブドウの収穫バサミみたいになったりとか、うんうんうん、まあ、このいわゆる刈り込みバサミみたいなものだったりもありますけど、はいはい、古典的な、はい、まあ、要はですね、枝の方の奥とかに突っ込むで切りたいわけですね、はい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 、ちょっとここが短いとここで切るわけですけど、あ、なるほど、はい、結構力がいるんですよ、はい、耳が届かなかった、はい、枝が長い方が、まあ、要はテコの原理ですかね、はい、うん、先の方を軽い力で切れるっていう、なるほど、はい、でちょっと便利ですね、はい、まあ、こういうねやつでもいいですけど、これもちょっと特殊な、そうです ね、まあ、園芸屋さんとかでも売ってたりするやつなんでね、ちょっと万能バサミみたいな感じですけど、なるほど、ということはその、はい、持ってる木がそこまで、はい、まあ、大きいものとか、じゃなければ、まあ、普通のハサミでも大丈夫、はい、そうですね、園芸用のハサミで大丈夫、はい、何でも大丈夫ですね、使い心地と切れ味は盆栽用のが圧倒的です。まあいろいろありますんで、試し切りしてみたり、その道具にこだわる人もいっぱいいますんで、で最初はもうハサミだけ、はい、でも十分ですね。なるほど、はい、で中級者、中級者、そうですね、中級者になるとどうしても針金掛けしたいとか、はいはいはい、ね、スタイリングしたいってなってきますん で、ね、そうするとこの針金切りとまた枝になり、ま、あ、またじゃないね、やっとこですね、はい、まあ、これは単純にペンチ、はい、ペンチで代用しても別に構いません。あ、これも代用できる、はい、使いやすさはやっぱり専用の道具は圧倒的に、なるほど、本当にただやるんだったらもうこういうようなペンチで針金も切れるし止められるし、うん、つまめるしっていうね、はい、そうですね、でも細かい作業がちょっとやりにくいか、そうですね、はい、形ですかね。ちなみに僕も園芸のハサミとこれでやってるんですよ、はい、あ十分だと思います。そうなんですよ、はい、ただこの盆栽の道具を買うべきかどうかっていうのが、はい、ちょっと未だに分かんなくて、ね、やっぱり作業効率を上げるためにはこれ専用の道具っていうのがいいと思いますね。なるほど、ペンチですとここの噛み合わせがですね、ちょっとギザギザしてて、うんうん、そう細かいものをつまむような感じじゃなくなって、先っちょがやっぱ、はい、しかも平らだったり、はいはいはい、で盆栽はちょっととんがってたりするんで、なるほど、この先端でつまめるんですよ、はいはいはい、こんだけでももうしっかり安定してますんで、すごい力いらないですね、へー、すぐもうつまめる拷問しそうな、そうそうそう、痛い感じなるほど、ちょっとつまめちゃう、やっぱりじゃあ盆栽をやるには専用の道具を使った方がやりやすいけど、はい、まあ、他のものでも代用できるよっていうことですね。効率の違いです。なるほど、はい、じゃあまた一つ皆さんのハードルを下げたんじゃないかと盆栽のハードルを下げることに成功したと思います、はい、じゃあ今日は盆栽の道具紹介でした、はいはい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。